今日は源氏物語と仏教ということでですね、現代語で訳しておられる方が3名ほどおられまして、1人は与謝野晶子さん、遠地文子さんというか瀬戸内寂聴さんという方が、現代語訳をなさっております。即身成仏をしたり、阿弥陀様がやってきて来合成をしたりというのがですね、ごちゃ混ぜになってるんですね。ミックスされてるんです。顔を見られたということは犯されたということにつながるわけです。センスねえなと思ったりそしてこのやり取りをしまして、まあ、恋愛をするというのが当時の恋愛でした。十二人というものを女性の場合もちゃんとカジュアルとフォーマルの装いがありまして、5分でわかる源氏物語ということで内容をちょっとまとめさせていただきました。はい、どうもようこそでございます。さくらんぼでございます。今回はですね、今から6年前になるんですけれどもね、小林さんがですね、当時出ていただきまして、源氏物語と仏教という動画をね、2本立てで作らせていただいたわけなんですけどもね、今日は小林さん本人をお招きしております。どうぞ小林さんです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。いやいや、もうなんだかんだでもんで6年以上になるんですね。そうですね。ちょうど6年前の、源氏物語と仏教、秋の人生講座っていうタイトルの中の話の内容だったんですね。あ、なるほどね。源氏物語と仏教自体はですね、地元の、別院の三条別院さんっていうところで、秋の人生講座っていう、法話のですね、ご縁がありまして、そこで、別院さんでは歴史と仏教とか文学と仏教とかいろんな切り口で法話をこうしたいっていう企画がありまして、その中で文学と仏教っていうことで、じゃあ小林さん確か国文学大学でやってたよねっていうところの話から、ご依頼っていうか、ご縁いただいて、お話しさせていただいたのが源氏物語と仏教っていうテーマだったんですね。長い物語で登場人物もたくさんあるので、どこを切り取るかによって本当に見方は変わってくるのが、源氏物語っていうお話だとは思いますね。その仏教と絡めてっていう他はね、他であんまり聞いたことないですからね。そんなんでぜひ皆さんに見ていただきたいと思いますのでね。ではどうぞごゆっくりお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日は源氏物語と仏教ということでですね、少しお時間を頂戴しまして、1時間ぐらいですかね、お時間は頂戴しておりますので、お話をさせていただければと思います。この日本文学と仏教と申しますのがですね、3回シリーズで、この三条別院の方で、講話というか講義というかありまして、その第3回目ということでですね、この別院の佐伯さんの方からお電話いただいて、文学やってたっていうことで小林さんお願いしますということで、お話を受けまして、今日のですね、場に立たせていただくわけであります。ただこの私ですね、元来がですね、ペラペラと喋っちょなものでですね、それから軽く言われたら、はい、終わりましたということで、来たんですけれども、いざやりだしますとですね、難しいテーマにしてしまったなと。源氏物語と仏教、自分で言っておきながら難しいテーマを選んだなということを思ったわけです。なぜ私が難しいと思ったかと言いますと、源氏物語というのは非常に長い物語なんですね。ちなみに原作をお読みになった方いらっしゃいますか？源氏物語。ありがとうございます。源氏物語がですね、原作でもたくさんの巻があります。で、現代語で訳しておられる方が3名ほどおられまして、1人は与謝野晶子さん、それから、遠地文子さんという方、そして、最近では瀬戸内寂聴さんという方が、現代語訳をなさっております。それぞれの先生がですね、それぞれの特徴を持って、同じ文ですが違うように書かれております。非常にその違いも見るとですね、面白いんですが、私は大学の時にですね、文学科国文学の方を専攻しておりまして、そこで、縁がありまして、源氏物語のテーマをしまして、卒業論文で、源氏物語について書かせていただきました。で、私はその時はこの遠地文子さんという方の役を読んで、論文を書かせていただきました。与謝野晶子さんの現代語訳も少し読んだんですけど、与謝野晶子さんというのは時代も時代で、歌人でありましたから、言葉遣いがですね、現代調ではないんですね。でちょっと難しい、ことで分からなかったので、遠地文子さんの役を使って、この源氏物語についてちょっと研究をさせていただきました。そんなこともありましてですね、今回こういうテーマというか講題法をいただきました。で、
私もともと上昇寺と申しますお寺のですね、当院というか副住職しておりますので、普通で言ったら大谷大学宗門の大谷大学に行けばですね、信州学科に入ればいいんですよね。私信州学科も一応受験をしまして受かったんですけど、行かないんですよ。わざわざ信州学科受かっておきながらあえて文学科に行きまして、それもですね、理由が2つほどありまして、まあ、1つは寺継ぐのが嫌だったというのが1つで、もう1つはですね、昔から本が好きだった、で小説とか物語というのも非常に私好きだったんですね。運動が私あまり得意ではありませんでしたので、昔から図書館行ったり家の、片っ端でですね本読んだりとかしてるちょっと地味な男の子でした、ですからまあ本が好きだったっていうところから、まあ、文学もいいのかなと思って文学科の方に行かせていただきました。で源氏物語の方ですね、卒業論文で、ちょっと研究させていただきまして、そして大学院の方に進みまして、大学院の時はですね、修士論文というもので、鎌倉時代の作り物語というものを研究させていただきました。これはどういうものかと言いますとですね、別名、義古物語とも申すんですけど、義というのはなぞらうとか、まあ、悪く言えば、まあ、真似るというような意味もあるそうなんですが、義古物語というふうに言われております。これがですね、およそ平安時代の後期から鎌倉時代の初頭にかけてたくさんの物語が作られたと言われております。でこの古をなぞらえたという意味になるんですが、古というのは何かというと、分かりやすく源氏物語なんですね。で源氏物語がおよそ西暦で申しますと1000年頃の制作であると言われております。ですからこの源氏物語がですね、当時、大ヒットしましてベストセラーになりまして、広まりました。そんな中からあまりにもこの源氏物語がですねヒットしすぎまして、源氏物語の影響を受けすぎたんですね。いろんな作家が影響を受けすぎたんです。でそして後世ですね、国文学者の方がいろいろ研究をしますと、源氏物語の本文と似た文面、似た箇所というのがたくさん出てまいります。狂言ですとか和歌もですね、ちょっと言葉を変えただけでそっくりな文言がたくさん出てまいりました。ですから国文学文壇の中ではですね、この時代12世紀後半から13世紀の頃の物語というのは、まあ平たく言えば源氏物語のパクリだろうと、源氏物語が大きすぎたからパクリしかたくさんできなかったという評価が当時文壇ではありました。そこでですね、大体物語が140編ほど発見されております。12世紀後半から13世紀の初頭にかけて大体140編ほど発見されております。しかしほとんどがですね、作者が不明であったり、あるいは中身が抜けておったり、こうバラバラになってきちんと製本されたものがちょっと少なかったんですね。あるいはあったとしても、この源氏物語とそっくりのような部分があったりして、あまり文学の面では評価を受けていませんでした。そこをちょっとテーマに取りまして、修士論文の時には書かせていただきました。でこの中にもですね、ただ真似とは言いましてでもですね、面白い物語がたくさん出てくるんです。中には天のカルモという物語もありまして、これはですね、天というのは天さんですね。ちょっと前に朝ドラで天ちゃんとヒットしました。あの天です。天がカルモ、モですからの海藻ですね。天のカルモという物語がありました。これはですね、真鍮納言という登場人物が後に出家するんですけれども、この出家した時にですね、出家をする時に即身成仏となったというふうに言われているんです。出家して即身成仏になった。そして一人で勤行、部屋でお勤めをしている時に、お付きの者が部屋の外で聞いておりました。ああ今お勤めをしていらっしゃるなとお経を聞いて、ふと良い香りがして不思議だなと、明かりがさしたなと思って障子を開けてみるといなくなっていたという表記があっております。でこの中でですね、天皇帝も出家しておられるんですけど、帝に関してはですね、9体の弥勒菩薩を作って、そして来号往生したという話が出ております。これ不思議なんですね。即身成仏というのは、まあ、密教の教えでありますから、あまり浄土教の教えでは即身成仏ということは申しません。しかしこの即身成仏をしたり、阿弥陀様がやってきて来号往生をしたりというのがですね、ごちゃ混ぜになってるんですね。ミックスされてるんです。これ非常にどういうことなのかなと思って、この時もちょっと研究しましたが、資料が十分でなかったのではっきりした結論は出ませんでした。まあただですね、いろんな当時その
新興密教、天台密教の影響から即身成仏という言葉がざーっと触れ回って、そして親鸞上人といった浄土教の教えの方々の中でこの極楽とか往生という言葉がまた流れてきて、そこでこうちょっとミックスになったのかな、いろんな仮説を立ちましたから、まあまあこういったですね、いろんな鎌倉時代にできた物語がございます。この物語のお話を少し研究しておりました。美しい日本語というのはですね、大抵七五調だそうなんですね。七五調ですから、分かりやすく申しますと、和歌とか川柳なんてのは一番有名、分かりやすいところですね。七五調で歌が読まれます。で、五七五七七で読まれます。源氏物語にもたくさんの和歌が出てまいります。和歌と申しますのは31文字、五七五七七でありますから、たった31文字の間にいろんな感情を込めてお読みする、あれが和歌であります。で、ちなみにですね、お説教のですね、こういったお坊さんのお説教の古いスタイルの中に、セリ弁というものがございます。セリ弁と申しますのがですね、この五七五七五調で、言葉を読むんだそうです。例えばこんなものございます。ゴンゴンと聞こえたら、仰ぎ上げては南無阿弥陀仏、いただき上げて南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、こういうふうに七五調で音を踏ん、韻を踏んでお読みしていくものがあるんだそうです。これセリ弁と申すんだそうです。で、ちなみにこれはどういう時に使うのかと申しますと、お説教の一番最後に使うんだそうです。お説教の一番最初に、例えば親鸞上人の和讃であったり、あるいは教行信証であったり、いろんなこのお経であったりですとか、こういった語文を引用いたしまして、そしてお話をずっといたしてきまして、そして最後に、このセリ弁と申すもので七五調を踏んでですね、リズミカルに踏んでいってダイナミックにしていって終わるという古いお説教のスタイルがあります。不死団説教なんていうのもですね、こういうスタイルを使って、朗々と読み上げて終わる、こんなものがあるんだそうです。まあ、ちょっと話はこれ、横のお話でありますが、こういう七五調というのが日本人の中で美しい表現感覚というので備わっているのかな、そんなことをちょっと思った次第であります。この平安時代というのはですね、当然のことながら現代の我々の人生観とか価値観、そういったものとは大きくこれ異なります。今の私どもの物差しで測ると分かりにくいことがたくさんございます。一番分かりやすいというか具体的なことを一つ申しますとですね、結婚に関しまして現代の我々と少し逆と言いますか違うことがございます。何かと申しますと、今結婚というとですね、まあ大抵の方が、女性が戸籍を、実家の戸籍を抜けて男性の戸籍に入る、ね、男性の名字になる、まあ、これ多いと思うんです。いや、中には婿で入られる方とか、まあ、今夫婦別姓とかいろんなことがありますので、必ずしもそうではないんですけど、まあ、一般的には嫁に出すという言葉があるぐらいですから、まあ、普通大抵は女性が男性の家に嫁ぐというのがまだまだ多いと思います。しかしこの源氏物語のあった平安時代というのは逆でありまして、男性が女性の家に通うんですね。いわゆる通い婚なわけです。男性が女性の家に通います。で、当時平安時代というのは顔を見せることができませんでした。女性は顔を見せることができませんでした。顔を見せずにですね、ミスと呼ばれるすだれのものであったり、あるいはついたて貴重であったり、いろんなものとか、あと扇であったりとかで顔を隠すんですね。百人一首とかのカルタなんかにもこう出てきますね、顔を隠し、顔を見せてはいけないんです。あれ、なぜ顔を見せる隠すのかというと、当時はですね、女性は顔を見せるのは裸を 見られたのと同じという感覚があったんです。ですから顔を見られるということは全てを許したということになるわけです。ですから逆に言うと、顔を見られたということは犯されたということにつながるわけです。ですから顔を見せてはいけない。じゃあどうやって恋愛をするのかと申しますと、その男が屋敷に行きましてですね、いろんないい香りがしていたり、しつらえが素晴らしかったりすると、ああ素晴らしいな、さぞかし教養のある女性が住んでるのかなと思って、そこで一種の和歌を読みますね。この和歌を読みまして、つらつらつらっとこう和歌を読みまして、この和歌を、手つきの女房のものですとか召使いものを渡すんですね。で、女房のものがさささっと持っていって、姫様の手でさっと読んで、で、このお姫様が和歌を見まして、こう歌を見て、
センスねえなと思ったり、あ、これは素晴らしいなということで、その感性を見て和歌の歌を返す、これ変化と言いますが、歌を返すわけですね。この歌を返して、その和歌に返ってきた歌にですね、また男が見て、あ、脈ありだと思ったらまた歌を返す、このやり取りをしたわけです。そしてこのやり取りをしまして、まあ、恋愛をするというのが当時の恋愛でした。そして、無事ですね、恋愛が成就しまして、女性の部屋にこう通うことができて、顔を見て無事結ばれるということがありました。そしてですね、当時は3日通い女性の家に通って3日通うと結婚が成就だと言われております。ですからこの3日目の夜に結婚の儀が執り行われると言います。これをですね、三日夜の餅というものがございます。これ、読んで字のごとくであります。3日目の夜の餅ということであります。三日夜の餅の儀というものがございます。これはですね、3日目の夜にこのお餅を振る舞って、お餅を振る舞われた男性はですね、この餅を噛み切らずに食べなければいけなかったです。噛み切るというのは縁が切れるということですから、噛み切らずにそのままパクッと食べるんだそうです。まあ、中では噛むんでしょうけど、そのまま飲んだら死んでしまいますから、中では噛むと思うんですけど、まあ、こうちぎってはいけない、こうそのままパクッと食べる、これ三日夜の餅という儀があったんだそうです。これで晴れて結婚おめでとうというのが当時の結婚観だったと言われております。ね、こう聞きますとなんかややこしいですね。平成のこの世で良かったなと私は思うんですけど、まあいろいろややこしい面倒なことがありました。しかしややこしくて面倒だからこそ、いろいろ当時の男性女性というのはいろんな思いを募らせた、その結果ああいうたくさんの素晴らしい和歌文学作品というのが生まれたのかなと思います。こういった形でですね、結婚というものがございました。で、それからですね、ちょっと余談ではあるんですが、当時の平安貴族の衣装なんかもですね、こういう衣装がございまして、これは男性のご衣装でございます。これは正式な衣装と仮の衣装ともあります。フォーマルとカジュアルの衣装、フォーマルというのはこの束帯という衣装であります。で、こういうですね、帽子をかぶって、そしてこの尺、この尺を持ちまして、太刀を刺してこういく、これが宮中に出仕する時の正式な装束だったと言われています。で、ちなみにこの中にですね、真ん中に束帯というものがございます。ここにこの束帯、石の帯と書いて束帯というものが、ちょっとプロジェクター見えにくいかもしれませんが、石の帯と書いて束帯というものがあります。今浄土真宗の僧侶はですね、ご法事の時にもつけというものを着ます。あの時もですね、同じ石帯というものをするんです。ですから当時、今の お浄土真宗の僧侶のですね、装束というのは貴族の衣装に非常に、由来があるんですね。であと仮の衣装で、カジュアルと一緒で脳死というものがございます。脳死というのはこういうエボスと呼ばれる三角形のこの帽子をかぶって、もうちょっとこうボコボコっとしたスタイルですね。これは脳死スタイルということでございます。これはですね、ちなみに下にですね、差し抜きというものを履きます。袴のちょっとこうぽっこりしたものを履くんですけど、これもですね、浄土真宗の僧侶が差し抜きというものを今履きます。同じくこの宮中貴族の装束のところからおそらく由来を取っているのではなかなかな、まあ、私装束の専門でありませんので分かりませんけど、まあまあ今の私どもの僧侶のですね、装束得体と同じようなものがたくさん出てまいります。まあ、こんなことが当時の貴族とかのですね、装束衣装でありました。ちなみに女性はこの有名な十二一重というものがございますね。十二一重というものも、女性の場合もちゃんとカジュアルとフォーマルの装いがありまして、十二一重というのは正式な装束です。そして仮の姿というのがこの小内着と呼ばれる姿であります。ちょっとこの小内着と呼ばれるものの方が軽いんですね。でちなみにこの十二一重と申しますのがですね、皆さん十二人というと12枚着てると思われるんですが、実は9枚なんですね。十二人と申すのは9枚着ておるんです。そして9枚着まして、そしてこの後ろにですね、毛という白いものを引っ張っております。この白いやつですね、毛というものを引っ張っております。これが鳳凰ってありません、ね、フェニックス、鳳凰のお腹鳥ですね、あの鳳を真似ていると言われています。ですから今も皇室で、結婚式、結婚がありますと、美智子様でも雅子様でも十二人を着られる。そうしますと毛というものを長く引いて、後ろで女房とか女性がこうやって引っ張っていく、あれ毛というのがあるんだそうですね。鳳凰ですとか、お腹鳥の王を真似て、平和の象徴、不死鳥
不死といって死なないことの永遠を表している、この「も」というものを十二人の中には切るんだそうです。まあまあこれだけ重い衣装を着ておりますから、当然当時の女性というのはあまり動けません。あちこち行ったら走ったり歩いたりできません。その上でこうやって扇で顔を隠すわけですからね、なかなか顔が見えないわけですね。そんな中でいろんなこの恋愛というのがですね成り立っていったのではないかなというふうに思います。それではですね、ちょっと話が本題というかやっと本題なんですが、源氏物語のですね簡単なご説明をさせていただきたいと思います。源氏物語の内容あるいは原文をお読みになった方に関しては耳にタコかもしれませんけれども、源氏物語の内容をご存知でない方もおられるであろうと思いますので、簡単に内容をご説明させていただければと思います。源氏物語と申しますのは全部で54条の巻がございます。54条の巻があります。そして登場人物は430人以上出てまいります。そして物語の中だけで、70年以上の月日が経っております。源氏物語ですね。そして天皇帝に関しては、4代変わっております。4代ですね、4代ほど変わっております。それだけ長い年月がこの一つの物語の中で書かれております。こういう長い、物語であります。ですので、最初にも申しました、しっかりとお話をしますとですね、これ3日ぐらいかかってしまう内容ですね。1時間で今日はお話をしなければなりません。1時間で70年時間が経ちますので、どうぞ皆様ご注意してお聞きいただければと思います。最初にですね、資料レジュメでもお配りしました源氏物語の簡単なあらすじをまとめさせていただきました。5分でわかる源氏物語ということで内容をちょっとまとめさせていただきました。一番最初からお読みさせていただきます。貴公子光源氏、桐壺邸の子光源氏は幼くして母を亡くした。帝の後宮に新たに入った藤壺の宮が母に似ていると聞いた源氏は彼女を思い焦がれるようになり、父の後妻を愛するという道ならぬ恋に走る。年上の頑なな女性葵の上とのすれ違いの結婚生活、中流の女性うつせみとの仮初めの恋、優雅との息づりの恋、貴婦人六条の宮住所との駆け引き、そして藤壺の宮にいた少女紫の上を引き取って育て始める源氏。しかし藤壺の宮が源氏の子を出産し桐壺邸の子として育てられるようになってからは潮流が激変する。桐壺邸は源氏の政敵右大臣の娘婿である朱雀邸に上位、挙句に右大臣の娘おぼろ月夜と源氏の密会が露見したことが発端となり、京の都を追われる羽目に陥るのであった。源氏の復活と映画、兵庫県須磨で侘び住まいを送る源氏であったが、明石で出会った女性明石の君と婚姻になる。一方都では災難が起こり、右大臣は死亡、朱雀邸も目を患う。これらの災いは源氏を追いやった報いだと考えた朱雀邸は源氏を2年ぶりに召喚。これにより朱雀邸は退位し、源氏と藤壺の宮の子が即位して冷泉邸となる。再び風は源氏に吹くようになり、順調に出世を重ねていくのであった。町ほどの広さを誇る大邸宅六条の院を造営し、以前から交際していた女性たちも一堂に集めて住まわせるほどの権勢である。さらに源氏と明石の君との子も宮中に入り、源氏自身も準太政天皇との位まで上り詰めた。因果応報に苛む源氏ところが朱雀院が娘女三宮の行く末を案じ、彼女を源氏に託したところから舞台は暗転する。本妻的立場だった紫の上は動転し病がちになり、出家を望むようになってしまった。追い打ちをかける事件が起こる。若い貴族柏木が女三宮の姿を偶然見てしまい、連母の末に密通したのだ。さらには解任に至り、女三宮は薫を産む。全てを知った源氏は過去の自らの過ちを解雇しおののく。そして柏木は心痛から死に至ってしまうのであった。病に伏しがちだった紫の上もまた死を迎える。最愛の人を亡くした源氏は出家を決意する。舞台は宇治屋、源氏の死後のお話。
宇治で隠遁生活を送る源氏の異母邸八宮を訪ねた薫は、八宮邸で若い姉妹の姿を垣間見て姉の大い君を慕うようになった。源氏の孫にあたる仁王宮も薫の話を聞き、同じように姉妹に興味を持つ。八宮が亡くなり姉妹二人きりになると、大い君は妹の中野君を薫の妻にしようとするが、薫は仁王宮を中野君に引き合わせてしまう。悪いことに仁王宮に別の縁談が決定し、大い君はショックで病に伏して死んでしまった。落ち込む薫だったが、大い君そっくりの妹浮船に会ったという話を中野君から聞き、たまらず宇治へ会いに行く。その後浮船は母によって中野君の住む二条の院に身を寄せるが、そこで仁王宮に姿を見られてしまう。再度宇治へ戻った浮船だが、薫がいない時に現れた仁王宮と関係を持ってしまい、薫と仁王宮のどちらも選べないと悟った浮船は宇治側に身を投げてしまった。浮船の遺体は見つからないまま葬儀が行われた。しかし浮船は生きていたのである。比叡山余川の僧侶に保護された浮船であったが、今度は出家してしまう。浮船の噂を聞いた薫は直接会いに行くが、面会を許されない。浮船の異母邸小君を使わせるが、手紙すら受け取ってもらえず薫は落胆するというお話が源氏物語のあらすじであります。5分で分かる源氏物語、4分ほどで読ませていただきました。皆様、あまり真面目な顔をして聞かれないでください。無理ですから、この時間であらすじを把握するのは。大雑把にですね、こんな物語だと思っていただければ結構なんです。光源氏が帝の子供として生まれて、そして、皇太子として育たずに、一つ民間の位に下がって、そしていろんな女性と恋をして、そして、ハプニングがあって、妻に明石に兵庫県に 流れてしまい、そしてそこでまた女性を見つけて、その女性が宮中に、娘がですね、宮中に嫁いで天皇の子供を産んで都に返り咲く。そして都に返り咲いたら、今度はまた自分 の妻がですね、不倫をしてしまって、不倫の子供を抱いてしまう。そして悩むですね。そして、最後に、愛する女性紫の上を失ってしまって、涙に暮れながら恋文を燃やすというシーンがございます。このそして、光源氏は亡くなってしまい、そして、物語が宇治に行きまして、宇治十条と呼ばれます10巻の物語の中で、源氏の子供であります、孫であります仁王宮と、不倫の結果生まれた薫というもののですね、間でこのまた浮船という女性があっち行ったりこっち行ったりするというお話、大体こんなようなお話であります。で、この源氏物語はですね、ご存知作者は紫の式部でありますが、紫式部というのは実は謎の多い女性でありまして、はっきりしたことがあんまり分かってないんですね。いろいろ分かっていることもありますが、分からない点がたくさん多い。正式な名前も分かっていないです。名前も分かっておりません。家族で申しますとですね、父お父さんが、これ家系図だったね、こういう系図がありますが、父親お父さんが藤原為時という方がいらっしゃいます。そして弟にですね、藤原惟憲という方がいらっしゃいます。そして、お姉さんが、姉が一人いたと言われておりますが、この辺ははっきりしておりません。定かでありません。こういう家族がいたと言われておりますが、このじゃあ紫式部のですね、正式名称がわからないならば、紫式部というのはどういう意味なんだということなんですが、実はですね、紫式部というのは、式部というのは当時の省庁だったんですね。官庁だったわけです。で、どういう官庁だったかと申しますと、宮中の作法、儀式作法であったりとか、あるいは人事考査ですね、昇進させたり左遷させたりという人事考査、あれを司っている省庁だったと言われております。で、当時あった省庁の、宮中のですね、省庁の中でも上か3番目2番目ぐらいの重要な省庁だったと言われております。その中のですね、このお父さんの為時という方が、式部の大井の城という役職についておりました。式部の大井の城という役職に就いておりました。このちなみに大井の城と申しますのは、この式部という省庁の中で上から3番目の役職なんだそうです。
ですから分かりやすく言うとですね、まあ、今で言うたら、エリート官僚ですね、経済産業省か、ね、文部科学省かどこでしょうかね、分かりませんけど、重要な省庁の上から3番目のお役人であったと言われております。これが式部の大井の城という役人、お父さんがついておりました。そんなところから、紫式部という名前がつきました。紫というのはちなみに源氏物語の中に先ほども出てきました紫式部という人物が出てきます。あれがですね非常に大ヒットしましたので、そこになぞらえて、式部の娘の紫の物語を書いた人ということで紫式部という名前がついたと言われております。もう一つ藤式部というお名前もあります。藤原の一族の式部さんの式部の大井の城さんの娘だから藤さんのところの式部で藤式部という名前もあります。まあまあ俗称でありますが、今は紫式部という名前が一般的であると言われております。